はい、皆さんこんにちは。アメリカのね、アップルのホームページにはですね、ニュースルームにこのようにね、2019年度の第一四半期の決算発表が載っております。日本語のはね、もうちょっとね時間差あると思うんですが、こちら見ながらねチェックしていきたいと思います。はい、それではですね、まず全体像ですけど、まあ、10月からね始まった2019年度ですからね、10、11、12の3ヶ月分の決算ですね。売上高は843億1000万ドル、日本円で9兆円ですよね。残念ながら前年の同期と比べて 4.5% 減ってしまったというね、まあ、そういう結果に終わっていますけどもね、まあ、ものすごい、ダメなんじゃないかという噂もありましたけども、まあ、4.5% 減にとどまったという、ね、印象でしょうかね。で、まあ、これ純利益の方はですね、0.5% 減るにとどまったという、ね、ところですよね。で、 iPhone 以外の4つのカテゴリーで売上高が増大しておりますね。まあ、iPhone だけがダメだったという、ね、ことなんですね。で、iPhone についてはですね、今回から台数が非公開になっております。売上高でいうと 519.82 億ドル、まあ、前年からですね、なんと 14.9% も、ね、減ってしまったということでね、まあ、それでも5兆円あるっていうのが、まあ、驚きではありますが、ちょっとね下げ幅が大きすぎというね印象ですけどもね、まあ、そもそもね比率が高いですからね。で、 Mac についてはね、やはり新製品が2つ出たということでね、売上は伸びていますね。 8.7% 前年と比べて多かったという感じです。で、 iPad についてはこちらもね売上が増えています。やはりね iPad Pro 新しいの出ましたからね、まあ、そういうのもあって 16.9% 増となっていますね。で、やはり伸び盛りなのはこちらですね。今回から Other Products というね括りから、わざわざねウェラブル、ホーム&アクセサリーズに、ね、変わりましてですね、これアップルウォッチとかね、AirPods が、まあ、おそらく牽引したであろうというねところですが、なんと、前年比 33.3% 増ということでですね、まあ、73億800万ドル売り上げたということでですね、かなりの伸びがね、見られますよね。で、お次、サービスの方、こちらもね、まあ、これ100億ドルを超えましてですね、これ日本円にするとね1兆円以上なんですが、まあ、前年同期比 19.1% 増ということでですね、やはりね Apple Music その他、まあ、これサービスはねかなり伸び盛りとなっているということですよね。で、気になる国別ですね。こちら残念ながら、これね日本はね減ってましたよね。で、やはりねこれアメリカとその他のアジアっていうのは、まあ、微増したということでね、まあ、アメリカがね 5% 増をね維持したっていうところは、まあ、アップルにとってはね、まあ、自信になるのかなというねところですが、まあ、逆にですねこの中国の落ち込みがすごいですよね。 26.7% 減ってことでですね、まあ、これはねちょっと驚異的な落ち込みということでね、やはりね貿易摩擦とか背景にあるんでしょうかね。で、日本もねちょっとね私個人的にはね期待してたんですが、残念ながらね 4.5% 減っていました。うん、日本はねこれだけ新製品が出た中で減ったというのはね、まあ、ちょっとね、うん、このあたり ね製品の方に、まあ、理由があるのかななんていうふうに推察はしますけどね、私の方ではね。で、 iPhone についてねちょっとね深く考えてみます。で、 iPhone についてはね、まあ、今回ね台数の開示がなくなったということでですね、まあ、このグラフもですね、まあ、これから更新できなくなってきているわけですけどもね、なのでねこれ売上高のこの緑のね線、折れ線グラフを追加いたしまして、まあ、それでね見る感じだとね、売上についてはもうねこれだいたい2016年のね水準になってしまっているということでですね、まあ、やっぱりねちょっと iPhone の売り上げのね落ち込みは大きいですよね。 14.9% 減、まあ、それで台数の方どうかってことでね、まあ、この非公開になっちゃったんでね、まあ、一応2通りの方法でちょっとね推定の販売台数をね出してみました。で、1つ目はですねこれ790ドルという平均単価、これはね直近の2018年の第4四半期のね
平均単価で割り戻すと、これはね6580万台ぐらいになるんですよね。でもう一つはですね、そのさらに先の第3クォーターの平均単価が720ドルぐらいでしたからね、まあ、それで割ると7220万台ということでね、なんでね、まあ、この大体中間ぐらいなのかなっていうね推定を私の方ではねしてみたんですけどね。だからまあこれ、まあ、仮にねこの数値でいくとね、まあ、残念なことに2015年度のね水準をね下回ってくるというねことでですね、まあ、結構ね落ち込みの幅がね大きいっていうのがねわかると思うんですよね。まあ、それで、こちらね、まあ、やはりねその中国のボイコットっていうのがね大きかったんじゃないかなっていうことをね、やはりブルームバーグでもね1月8日に報道していますけどもね、まあ、これアナリストがやはりね米中の貿易摩擦を背景に、まあ、中国の反米感情、まあ、そしてですね、まあ、このアメリカの象徴的なね iPhone っていうものがね、まあ、ちょっと、まあ、この民間の反米感情の象徴にされちゃったんじゃないかみたいなことがね、書かれていますけどもね。ただまあやっぱりね中国の、まあ、製品もですね、中国のブランドもですね、まあ、かなりねもう力つけてますからね、まあ、そのあたりのこの、まあ、自信と誇りの表れみたいなところもねあって、まあ、そっちに流れている感じはあるんじゃないでしょうかね、中国でね。ただね中国もねこの2018年の第4四半期まではね 16% ね順調に伸びてましたからね、このあたりの急激な悪化っていうのもね、まあ、景気の減退とかもあるでしょうし、まあ、このね、まあ、政治の要因もあるでしょうしね、結構やはりね、まあ、少しねこれ流れ弾が当たった感もありますはありますよね。であとはねこれ興味深いね、記事が出ていますね。このアップル情報通のねジョン・グルーバー氏って方のブログではですね、1月3日のミーティングで、バッテリー交換プログラムでね1100万台の電池を交換したっていうふうにねティム・クック社長が言っていたらしいってことでですね、でこれがまあ通常年は200万台程度っていうねところで、それが1100万台になったってことでね、でまあこれやはり79ドルから29ドルの、まあ、値引きをですね、まあ、例のこの性能の抑制問題でですね、このその対応策として出したんですけどね、まあ、それが新機種の発売に影響したんじゃないかとねこのブログではねしていますよね。で確かね1100万台っていうとね、この戻ってこのグラフを見るとですね、まあ、推定の台数にこの1100万台を足すとですね、まあ、大体前年とかのね水準になってしまうということでですね、まあながちね間違いの数字でもないのかななんていうふうにね私は思いましたよね。でまあスマホ全体を見るとですね、もう年間2億出荷するメーカーが3社になってですね、まあこれ年間の出荷台数って15億台いかないぐらいでね頭打ちになってるんですよね。でまあこれ15億台って5年で、まあ、75億人の世界人口をカバーしちゃう台数ですからね、まあ結構厳しい市場なことはね分かると思います。ただまあだからといってですね、じゃあアップルは製品ラインナップどうだったのかって考えたときに、まあ私はねちょっとねスペックと価格が近いところで3機種になっちゃったのかななんて思うんですよね。で 10R ってまあ単品で見たらとってもいい iPhone なんですけど、まあ、どうしてもね価格とかボディサイズ面でこの SE とか 6S とかね7からの買い替え需要のね受け皿にはならなかったのかなってところでですね、まあ、それがですね、日本では、iPhone 8がね、まあ、このずっとね1位にいるじゃないですか、まあ、そこに流れているのかななんていう感じはしますよね。まあ、画面サイズ指紋認証っていう部分がまあ評価されているのかってところでね、だそう考えるとね SE とか8の後継機種があった方が良かったのかななんていうふうにはね思いますよね。で、まあ、もちろんですねアメリカの国別の数字の伸びを見ているとね、まあ、アメリカでは成功したのかもわからないですけどね、日本ではちょっとねっていうねところはあるかと思います。で、まあ、あとはね価格も大きいですよね。まあ、これ日本でもね、まあ、海外では前からそうですが、やはりね SIM フリーと、まあ、安い SIM のね組み合わせっていうのがね、まあ、増えてきてるんでね、まあ、そういう意味ではねこう合理的に自分が必要な機能やスペックでいいやっていうね方も増えてるんでね、まあ、そういう方がですね、まあ、この iPhone8 とかねバッテリー交換に、まあ、流れているという感じもいたしますね。でただ決算発表時にねユーザーにとってちょっと朗報もありました。まあ、ロイターのインタビューでティム・クック社長がですね、
このアメリカ以外の市場で価格設定の見直しをする予定ですということで、まあ、過去1年以内に為替が急激にですね、この下落した国ではですね、まあ、1年前の価格と釣り合いを取るっていうね予定みたいなんですけど、ただまあ日本見るとね1年前為替あんま変わってなかったんでね、ちょっと対象になるかどうか微妙ですが、まあ、大体アメリカのアップルのサイト見てですね、100円かけるとね、まあ、こんなもんかって値段にもなるんでね、まあ、ちょっとやっぱねお値段考えてほしいなとは思いますよね。で、まあ、ちょっとね心配な事項がこの決算発表であったのはね、第2四半期の予想についてはですね、まあ、これ残念ながらね2018年度の611億ドルを下回った形で出してるんでね、まあ、もうちょっと苦戦は続くのかなっていう感じですよね。で、まあファンとしてはね、まあ、好業績にねこうしたことはないんですけど、まあ、ただ本質的にはね違うドルような新製品があればね、まあ、いつでも買いたいっていう心情なんでね、まあ、ウェアラブル関連で、まあ、新しい何かねお願いしたいところですよね。やっぱり iPhone、iPad の関連機器、まあ、AirPods、Watch なんかのね派生で買いやすいものとかね、まあ、みんなが試せるお値段のものなんかねあったら面白いんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、ただですね、資金の方は潤沢みたいですよね。1300億ドルの、まあ、ネットキャッシュをもとにですね大型買収を目指すという方針もあるようでですね、まあ、これ金融関連のニュースでは任天堂を買収してですね、まあ、相乗効果なんていう意見も出ているようでですね、まあ、これ伸び盛りのサービス、まあ、そのあたりの、ね、コンテンツの充実にはとってもいいのかななんていうふうに思いました。ということでですね、今回まあちょっとね、苦戦しているアップルですけども、第一四半期の決算発表についてまとめてみました。それではこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。